はい、こんにちは、ズンゾーです。今回ですね、襟を使っていこう。襟をね、めちゃくちゃ優秀ですね。スキブ2つ持ってて、18ターンで打てる2ターンチャージで変身先こんな感じ。10強10強無効貫通、レッツレッツドラゴンキラー。とにかくめちゃめちゃ火力出せるし、帯耐性持ってるし優秀で、とにかくこの3ターンで打てるこのスキル、めちゃめちゃ強いね。このスキルダメージ無効貫通、確定無効、全回復、まあこれが強いなって思っちゃう。でリーダースキルもあるんですけど、ちょっと今日はね、このサブ性能高すぎるサブで使ってこう。でシーウルフのサブでやってこうか。でシーウルフにアキネで、バルキリーシエルに耐性、属性吸収、ダメージ吸収で、エリオンに雲耐性、雲と烈強で、ポップにデッドプールで、アバン先生じゃなくて幕の内一本にアバン先生で、シーウルフにマドゥの帽子やってこう。ダンジョンもあれですねこれで結構ここでもあれですね、なんかあれが来る、無効貫通、無効してくる敵来るんで、俺かしまあ刺さってくるかなっていう。このスキルがこれ打って2ターンチャージして、アバン先生打ってで、シウルフ打って、でこれもういっちゃえるかな。属性吸収、あでもちょっと待ちたいね。3ターン待てるかな。3ターン待ってないかな。ちょっと打つかこれ。打って何秒、11秒、オッケー。余裕シャクシャク、余裕シャクシャクですな。こういって、やばい、ちょっとパズルがガタついてるしかもなんか滑舌も終わってる、寝起きだから。でちょ、レッツ組みたい。お、レッツ組めるじゃん。あ、色変わっちゃったか。いや、そこに雲、あ、弾くでレッツ組んじゃうよ。レッツの火力どんなもんだろう。ごめんなさい、ちょっとこうかな。許して、これでこれで列の火力がいっぱい搭載した列で、火力がお、いいね。は、オッケー、倒してワンパンできるのかい。で倒して、オッケーオッケーで、32回ですね。プリム、プリムッチ、プリムッチは何を書くかお楽しみに。なんだろう急になんか闇落ちした絵描いたら怖いけどね。なんか急にそういう系のダークファンタジー系の絵描いたら怖いけど、待って、これさ、これ打てるんだけど列がないんで、列待っとこう。列待ち、列を待ちます。 OK、 これでちょっと火を呼びたいな。火呼んでおきたいで、止まる、あと4ターン、あと1ターン OK。下書きね。おおすげえ、なんか爆満思い出すな。爆満、爆満って知ってます皆さん。やばい、何してんだろう何してんだろう、俺は何をしてるんだろう。爆満とかね、すげえ好きだったよ。俺すごい好きな漫画だったわ。アニメがあったんだよね昔実写じゃなくて、実写映画じゃなくてアニメの方の、ま、やつがあって、それ見てたわずっと。でこれ打って、オッケー、これでさ、いける、ちょっとこれ打とうぜ、無効貫通。いやー、3ターンで打てんの強すぎないかこれ。ちょっとダブルレッツいっていい。オッケー、レッツいきました。これで、うーん、難しいぞこれ、難しいぞってやつ、しんちゃん、オッケー、オッケー、7789、うわー、やっちゃった。これで半分いっか。うわー、びっくりしたで、なんかやられました。うわ、マジか、遅延かよ。しかもさ、欠損してるわ。ちょっと落ち込んにかけようかな。落ち込んにかけますね。落ち込ん来い、そこに落ち込ん。あれ落ち込んがなかったわで、いてすぎ、なんだこいつは。オッケー、これ襟を打ちますね。襟を打って、で列でいっちゃおうか。列の火力どんなもんだろう。これは結構楽しみである。オッケー、これで列の火力、ドラゴンキラーは刺さらないでいける。お、いいね、これ3ターンで打てるの強いかもしんない、割と。
で、ちゃんと変身してきた。しっかり変身してきたわ。遅延食らっちゃうんだよね、これ。で、待って、これ、水の無効貫通していい？水の無効貫通します。ちょっとずれんな。こうして、ほい、ほい、ほい。で、これで、あ、水汲めたか、もう一個。シャネ。これで行ってほしいな。ナイス。オッケー。ナイス。で、回収。勝つ回収ね。勝つ回収は、これ、こいつ厄介なんでね、ここ、むずくないってか。ここのダンジョン、むずくない？バトルペインターズ。難しくない？結構。で、列、ちょっと行ってみていい？列ぶっぱしてみていい？ちょっとだけ列行ってみます。こうします。OK。これで、全力コンボ始まるって。で、これでどうかな？ドラゴンキラーは刺さらない。で、あ、いい感じで削った。じゃあこれいけんじゃねえかな。まあ、この半分はいけるでしょ。これも厄介。これも厄介。十字消しはないんだ。ないか。じゃあ、この子ね、闇を作ってくるからすげえ、あの闇が変換色じゃないからさ、シーウルフの。めちゃくちゃ厄介。なんか作れたし。なんか作れた。で、いけるこれ。あ、いいね。おい、柔らけ。柔らか頭軸だ。オッケー。で、これで、これ打てる。強い。トップ王、強い。で、オッケー。で、これ打って、覚醒向こう。あ、いいね。この、ここにの刺さるな、ここに結構。で、これ、列組めばいけるでしょ。列は？列あるな。こう持ってて、しゃあねえ、もうしゃあねえわこれは。こればっかりはしゃあねえ。もうこんなんでいいっすか、ごめんなさいね。もうちょい頑張れたと思うけど、なんかつけたし。で9か。 OK。 危ねえ、危なかった。 OK。 強いね、エリオ。え、このダンジョンにさ、バトルペインターに刺さると結構適正かもしれない。お、絵の具だ、ゲット。絵の具ゲッツ。オッケー。おお。で、使ったんですけど、まあ、使用感としてはかなり優秀だった気がする。結構ね、シーウルフのサブに入れておけば、まあ、火力足りるし、無効貫通スキル強いし、みたいな。結構ね、多様性があるね、このエリオちゃん。まあ、強かったわ。この子はね、星6の中でも結構当たりかなって思っちゃう。よし、もしよければチャンネル登録、高評価よろしく。じゃあねー。